数学科に進学してからの数学の授業っていうのはそれまでと全然違っていて、計算をするとかそういうことはほとんどなくなりまして、とにかくこう新しい概念というようなものを毎回いろいろ学びまして、穴が開いているとはどういうことかとか、量を測るというのはどういう意味かとか、線対称とか点対称とか、その対称っていうのはどういうことであるかとか、そういうことをもっと抽象化してみましょうみたいな感じで、いろんなそういう概念をとにかく学ぶと。でその概念を抽象化するとどんな一般的な普遍的なことが言えますかみたいな定理っていうのをひたすら学んで、それどうやって証明するのかとか。で最初はもう 何を言ってるんだろうっていう感じで、でも一方ですごく面白いなと、そのなんかそういう考え方があるのかとか、そんなことが言えちゃうのかとか、そういう発見もあって、数学の研究っていうのはこう物の見方とか切り口、切り出し方、あるいはその抽象化とか、そういうことを学ぶ。でこんな視点もあるよって、それをどんどん豊かにしていきましょうっていうのが数学の勉強なんだなというのを大学数学科進学してから思いました。いろんな面白かった授業の中でも、私の中で一番やっぱり強烈だったのが確率論の授業でして、確率っていうのはここまでだとサイコロを振って1が出る確率がとかやってたんですけど、大学の3年生ぐらいの確率論の授業で確率は面積と同じですということを言われまして、なんじゃそりゃっていう感じだったんですが、確率は実は面積なんですよで、どういうことかと言いますと、まず例えば円の面積っていうのを考えてみると、円の面積を知りたいなと思った時に、円周率とかそういうのを知らなかった時にどうするかって考えますと、円にの周りにぴったりこうはまる正方形というのを考えまして、でその正方形の中にこうとにかく点を打ちまくると、でどん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 点を打っていって、でその点の個数と円の方の中に入った個数ですね、その比を比べましょうと。でそうすると例えば直径1の円であれば、その外側の正方形というのは 1×1 で面積1なので、そのうちの何個が円の中に入ったかっていうのを数えれば、その正方形と円の面積の比が分かるということで、そうやってこう円の面積を求めることができます。でそうすると円周率も求まりまして、実際に円周率をこう Excel で点をいっぱい打って実験的に求めたっていうのがこれなんですけど、そうやって何度も何度もやっていくと、だん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 こう 3.14 に近くなってくるということが分かります。実はこの円ではなくても、こうハートの形の面積を知りたいなと思った時に、周りに正方形を書きまして、でその正方形の中にとにかく点を打つと、で点をいっぱい打っていくと、そのうちこのハートの中に何個入りましたかっていうのを比を取ってやると、たくさん点を打てば、その比でだいたいこう正方形の面積とハートの面積の比が分かりますから、ハートの面積が分かるというふうになってます。でそういうことを考えてみると、実はこう面積と確率っていうのはその表裏一体で、例えば天気予報なんかでも、その全体っていうのが晴れと曇りと雨と3つ起こりうるものがあったとした時に、こう明日の天気っていうのはその起こりうる全体のうち、晴れの部分がこれぐらいの面積で、曇りの部分はこれぐらいの面積で、雨の部分はこれぐらいの面積っていうのがこう予想されてますよっていう、この割合表というか、そういうものを実は確率というふうに我々は名前をつけて呼んでいるだけであって、この面積だと思っても全く同じだというふうに現代の数学では解釈しています。でそのように定義をするというか、でそれが実は大発見というふうに私は思ってます。そうですね、確率の概念っていうのは、実はその大発見があるまでは非常に数学者たちをも悩ませる難しい概念でして、どういうふうに確率というものを定義したらいいか、確率とは何なのかっていうのが、かなりこう不透明なものだったんですね。で例えば今年 その、株価はいくら以上になる確率はどうだろうかとかっていう話をした時に、ある人はこれぐらいと思うし、別の人はこれぐらいと思うと、つまり例えば確率っていうのはその時にその人たちが何を知ってるかとか、そういう情報に依存していたり、あるいはその非常に主観的で、私は
あのこうなる確率がいくつだと思うけど誰々さんはまた違うふうに思ってるとかですね、結構だから曖昧なあの確率とは何ぞやっていうところをあの数学者はそもそもやっぱりすごく定式化するのに苦労したわけですね。あのどうやって確率とは何かっていうものをあの言葉にしようか数学にしようか、で最終的にその面積と同じようなこうあるルールを持つものですということであの決めたことによって、まあ、それ以上こう哲学的なその誰がどう思ってるかとかそういうようなわけわかんないところに行かなくなりまして、まあ、ある意味その完全に客観的普遍的なあの言葉でいろんな表現をすることがあの体制が整ったというか、まあ、言語が整ったという感じかもしれないんですが準備ができました。でそのおかげであのもうその後それが実は1910年くらいですかね、あの初めの頃14、5年ですかね1900なのでまだ100年くらいでこう数学の長い歴史の中ではすごくあの新しいんですけども、もうそこからもう爆発的に確率に関わる数学っていうのがもう大発展しまして、20世紀はもう確率の時代と言ってもいいと思うんですけど、まあ、物理に応用するとかあの生物とか経済とか、まあ、いろんなところでもうそのきちんとあの数学としての基盤が出来上がったおかげでそれをもとにあのいろんな理論ができています。